トラベラーチャンネル。はい、皆さんこんにちは。JST の、ハワイ専属担当の山田と申します。よろしくお願いします。前回に引き続きですね、ちょっとハワイの話をしようと思ったらですね、ちょっと今回ハワイがですね、前回の続きからあれからちょっと動きがあったんですけど、8月1日からの、PCR 検査を受ければ入国できるかもしれないよっていうニュースが流れたと思うんですけども、この PCR 検査っていうのがですね、アメリカの、FDA というですね、フード&ドラッグアドミニストレーションっていう、日本でいうと厚生労働省みたいなのがあるんですけど、そこ指定の、PCR 検査を受けないと、ハワイの方に入国できませんよということだったので、結局は日本からは難しいっていうか無理だと思うんですね。で、もう一つ言えることはですね、隔離っていうことも、日本帰ってきたら14日間の隔離っていうことも、ありますので、ハワイは難しい。で、もう一つ、トラベルバブルっていうことを、聞いたことあるでしょうか。ニュージーランドの、ね、首相が、ステイインヨアバブルっていう名前で、最初、緊急事態宣言出た時にステイホームしてくださいって言った時に、言った言葉から来たんですけど、お互いの国同士、またハワイだったら州なんですけども、と日本、比較的感染者が出てないところに対して、バブル構想といって、その中で泡の中で、訪問者を行ったり来たりするような、緩和ができないかっていうことを、ハワイの政府と観光局から日本の政府の方にも打診をしてるそうなんですね。これハワイ州観光局の局長がおっしゃってたんですけども、それで、今日本の方にボールが投げられてるということで、あとは日本からの回答待ちということなんですね。ですから、もしかしたらというのはあるかもしれないですけども、基本的には現状はハワイは非常に厳しいということで、今日はですね、なんとハワイ VS 沖縄ということで、ハワイが行けない代わりに、沖縄はどうですかっていうことで、話したいと思うんですよね。なぜかというと、ハワイに行く観光客と沖縄に行く日本人の観光客の数が、一昨年一緒になったんです。でも今沖縄を、の方が超えていると思います。それから沖縄っていうのは、本島以外にも離島っていうのがあって、例えば本島が、ハワイでいうとオアフ島とすると、石垣島とか宮古島がハワイ島とかマウイ島とかっていうふうに考えていただくとより分かりやすいですし、沖縄本島だけじゃなくて他の本島、他の離島も行けるんじゃないかなというふうに思って、今日ご紹介したいなというふうに思うんですね。飛行機もすごいたくさん出てるもんですから、ぜひ、沖縄をですね、学んで、参考になればというふうに思いますので、お話ししたいんですけども、沖縄行こうとするとですね、今日は本島のお話をしようと思うんですけども、横に長い島なんですよね。ですから、オアフ島の場合はおにぎりのような形をしたリゾートアイランドなんですけども、ちょっと違うんです。それとワイキキみたいに、ビーチ、例えばワイキビーチというのは横から横まで行くと、東から西まで行くと大体2キロぐらいなんですけども、2キロの中にホテルがあんだけ詰まってるっていうね、あれ人工で作られたビーチのところに、雨が降らないところにホテルを持ってきたんだけど、そういった、ところは沖縄にはなかなかないんですね。だから国際大通りっていうのがあるんだけど、国際大通りに最後1泊か2泊してそこでお買い物をして、あとはリゾート的な滞在を沖縄はしてほしいなというふうに思うんですよね。ということはリゾートということはね、ハワイでいうと他の島をイメージする場合が多いと思うんです。マウイ島とかハワイ島とかだけど、他の島ではなくて、オアフ島でこんなホテルはこんなホテルに泊まるといいんじゃないかっていう、私なりのおすすめを、列記したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずですね、コンドミニアム、ハワイと比較、沖縄のホテル選びって書いてありますけど、コンドミニアムはですね、コンドミニアム知らない方なんですけど、マンション形式のリゾートホテルです。だからホテルと一緒だから、ルームサービスも、ルームサービス、メイドサービスもありますし、チェックインチェックアウトも同じなんだけど、レストランがないんですよね。だから、お部屋の中で作ってもいいし、外食してもいいし、暮らすように滞在できるというのがね、ハワイにはあるんだけど、弊社、私どもはワイキサンセットという、コンドミニアム、四つ星のコンドミニアムの高層階のお部屋を所有してるんですね。で、こちらの、オーシャンビュー、
があります。海側の部屋、もちろんあの夜景の綺麗なイルミネーションビューっていうのもあるんですけども、まあ沖縄の場合夜景というよりも海なのでオーシャンビューに特化して、比較しますと、こちらに書いてある、カフーリゾート恩納村のね、それから元部にあるアラマハイナリゾート、特におすすめです。で、私どもはカフーリゾートの、お部屋を2部屋所有してまして、お部屋の広さが約60平米もあります。ワイキキサンセットが55平米なので、ハワイのコンドミニアムよりも広いんですね。なおかつ新しいから全室もう本当に180度オーシャンビューに広がるのですごい海が綺麗です。朝起きた時にベランダを見てパッと見るとうわーっていうようなイメージができるのがこのカフーリゾートです。で、恩納村という場所はちょうど、那覇の空港から、高速道路を使って約、70分から90分ぐらいのところにあるんだけど、そちらの方に、ホテルがいっぱいあるんですね。恩納村と那覇のあたりは。だからこちらの方でホテルを選んでいただくと行動しやすいんじゃないかなと思って、カフーリゾートからもうちょっと行きますとですね、本部っていうところがあります。名護のもう少し上なんですけども、アラマハイナリゾート、これも新しくできたリゾートで真っ白なんですけど、下に15店舗ほどの、商業施設も入ってて、海の見えるスターバックスがあったりとか、居酒屋さんがあったりとか、非常に食事も困らないところなんですけど、そちらにコンドミニアムがあります。で、こちらの方のお部屋もワンベッドルームで、約63平米ぐらいあるんだけど、弊社の方で所有してるんですけども、両方ともですね、本当に簡単に予約ができます。アラマハイナの特徴は、白なんですけども、僕の気に入ってる点、おすすめはお風呂が展望にあるということですね。展望風呂、一番上にお風呂があって、そこから、まあ、もちろん、露天風呂もあるんだけど、美しい本部の海が見れると、こんな素晴らしいところ、もう日本ならではの、ホテルじゃないかなと思って、カフーリゾートとアラマハイナリゾートをおすすめを、したいと僕は、思っております。はい、次いきます。今度はラグジュアリーホテル。せっかくあの沖縄に行ったら、なんでラグジュアリーから先に進めるかというと、ハワイ行くのには航空運賃がすごくね、肝になると思うんだけども、沖縄の方は航空運賃が安いんですよね。LCC で行っても、本当に往復で、2、3万で行ける。全日空や JAL で行ってももう4、5万ぐらいで行けてしまうと。プレミアムクラス今日見てたら往復で全日空6万円ぐらいで行けるんですよね。まあビジネスクラスに乗るとハワイ22万ぐらいジャンルするんだけど、まあ6万から7万ぐらいで行けるということで、まあなんていうのかな、ハワイにかける予算をこういった沖縄にかけていただくのもいいんじゃないかなと思って、ラグジュアリーから。で、リッツカールトンありますよね。まあ、あとフォーシーズンっていうホテルもあるんだけど、リッツカールトンは主にリッツカールトンレジデンス、それから、マウイ島のカパルアのリッツカールトンカパルアがあるんだけど、ここ泊まる客層っていうのはリッツカールトン沖縄、名護にあります。ちょっと小高い丘の上にあるんですけど、昔のキセ別邸を、マネジメントを約10年ぐらい前に受けて、まあ改装したホテルですね。もう本当大人のリゾートホテルで、目の前に、ゴルフ場もあるし、スパも充実してるし、ホテルもなかなか大人のプールだしっていうことで、プールも大人のプールだっていうことで、まあおすすめですね。リッツカールトン沖縄っていうのがね、まあ大人のホテルというふうに思ってる。それから皆さんがよくお泊まりいただく、ハレクラニですね。ハレクラニ、5つ星。これは沖縄にできましたよね。去年にね。去年の、4月にオープンしたと思うんだけど、あ、7月か。で、恩納村にあります。恩納村の綺麗なところにあるんだけど、海の綺麗なところにあるんですけど、ここは、ハレクラニ。ただ、ハレクラニ沖縄っていうのは、ウイングが2つあって、ビーチフロントウイングとサンセットウイングっていうのがあります。おすすめはもう1万円ぐらい一泊ですけど、お部屋代にお金を出してサンセットウィングにお泊まりいただくのを私的にはおすすめします。なぜかというと、ロビーから入っていったところのアプローチが非常に美しくて、目の前に海が広がって、インフィニティプールっていう海と平行になるプールがあって、手前の方にスペクトラっていうすごいかっこいいバーがあるんです。ですからおっていうふうに思うのは、サンセットウィングなので、あれくらいの、泊まるんだったらサンセットウィングの方多少高くてもいいからおすすめする。まあ全室オーシャンビューだから、そこまでこだわらなければビーチフロントウィングでもいいと思うんだけど、そういったところ。それからあのハウスウィズアウトアキーっていうね、有名なレストランも一応同じ名前でありますしですね、フラダンスも踊ってくれるというのもありますから、もう本当にハワイを沖縄で感じたければ、あれくらいにっていうのはやっぱり選択して外せないんじゃないでしょうかと思います。
それから、カハラ、ちょっとワイキキから車で10分ぐらい、行ったところにあるカハラですね、高級リゾート地、まあ、別荘も多いですけども、ここはですね、ちょっと離島的な滞在ができるよっていうことのカハラなんですけど、まあ、ちょっと漠然としてますけども、テラスホテルズ、これテラスホテルズって何かというと、アッタテラス、ウザテラス、それからブセナテラス、あとクラブアットブセナっていうのもあるんだけど、そういったホテルの集合体でどこ泊まってもいいです。ただ僕的にはですね、まあ、ブセナテラスとか、テラスクラバットブセナですか、特にテラスクラバットブセナってのは全室ヴィラになってて、ワンベッドルームからツーベッドルームまであって、本当に大人のちょっと隠れ家みたいな宿なので、あとウザテラスっていうのも、おすすめですね。ウザテラスっていうのは、まあ、日光アリビラの近くにある読谷にあるんだけど、ここはですね、ルレーシャトーって言いまして、レストランホテル、世界的なレストランホテルの組合があって、まあ、550カ国ぐらい組合、加盟してるんですね。で、日本も、代表的な旅館で、ゴーラカダンとか、それから、ベニヤム海湯とか、そういったのが、修善寺にある浅場とかっていうのも入ってるんですけども、ここの加盟になるってことはすごいんですね。だから、ウザテラスなんかも、おすすめですよっていうことで、テラスホテルズ、から今度デラックスに行きますとですね、やっぱりワイキキはやっぱり皆さんシェラトンワイキキを最初に必ず考えると思います。立地もいいし海が目の前だし、そこだとシェラトン沖縄サンマリーナリゾート、これ恩納村にあるんですけど、こちらの方をおすすめです。ここはですね、ジップラインもあって、ジップラインでヒーってやったりとか、それからプライベートビーチで遊んだりとか、まあ、ホテルの中でも遊べる、から恩納村にあるということで、シェラトン沖縄サンマリーナリゾートですね。それからハイアットリージェンシーワイキキなんですけど、これは同じ名前で那覇にもありますけども、恩納村の世良垣アイランド、ここはね隠れたおすすめで、あんまりパンフレットで大きく出てないんだけど、世良垣アイランドっていう道路でつながった小さい島の上にあって、もうほんとサンセットが綺麗で、目の前インフィニティプールと、それからもうちょっと上にテラスがあって、そこからも夕日が見えるようになってて、で自然の岩を利用して作ったアプローチもあったりとかして、すごいおしゃれなホテルですね。これも新しいホテルですけども、まあ、モダン、ハイアットって最近モダンなホテルに生まれ変わろうとしたりとかしてるんですけども、そういったデザインを踏襲した、ホテルになってるので、ホテルのちょっとデザイン系に泊まってみたいなと思ったら、このハイアットリージェンシー世良垣アイランド、特におすすめですね。それからヒルトンハワイアンビレッジ、これはルネッサンスリゾート沖縄、ヒルトンは一つのテーマパークみたいになってるので、ルネッサンスは、まあ、ヒルトンほどっていうことなんですけども、中でイルカと泳げたりとか、できるので、あえてヒルトンハワイアンビレッジは、まあ、ルネッサンスリゾート沖縄なんかファミリー向けのホテルということでね、イルカと遊んだりとかできるじゃないですか。そうすると、非常にお子さんに楽しい思い出ができるので、ルネッサンスリゾートを特におすすめ、させていただきます。それからその他、これね、ビーチで選ぶってちょっと迷ったんだけど、日光アリビラ、日光アリビラ読谷にあるんですけど、最近読谷っていうのは、ウザテラスもあるし、それから星のやリゾートもできましたよね。で、日光アリビラは昔からある高級ホテルなんだけど、ビーチがすごく離島みたいですごくいいです。これ半三日月型をしてて、ハワイ島のですね、マウナケアとかマウナラニのようなビーチ、まあ、特にマウナケアのビーチかな、非常に似ているビーチなんですけども、周りにホテルも何もないですから、本当に離島にいるような感覚で泊まれるのが日光アリビラですね。それからサーフジャック、これ星野屋リゾートになったんですけど、当然ながら沖縄に読谷にできましたよね、星野屋リゾートがね、サーフジャックと、星野屋リゾート、まあちょっとホテルの格が星野リゾート沖縄の方がちょっと高いですけども、あえて、まあこれ提起させていただきました。それからゴルフやりたいけど、沖縄ゴルフ天国なので、いろんなところにゴルフ場があるから、どこに泊まってもレンタカーさえあればゴルフができるんだけども、あえて言うんだったらカヌーチャベイホテルランドビラ、これ名護にあるんですけど、名護のちょっと南の方なんですけども、こちらの方に、すっごい広大な敷地にカートでチェックインしてから部屋に移動したりとか、ゴルフ場に行くんだけども、18ホールのチャンピオンシップのゴルフ場を兼ね備えた、まあ、ゴルフ場です。もちろんリッツカールトンもありますけど、まあ、ゴルフだったらカヌーチャベイなんかがいいんじゃないか、専用のゴルフ場ですから。リッツカールトンはあれ金秀ってどこでもできるようになってるんですけど、ここはゴルフの方優先にということになると思います。それから、その他日本旅館みたいなとこ泊まりたいなと思ったら、これ、玉城っていう、まあ、那覇のもう少し南の方に行ったところにあるんですけど、百名ガランっていう、これ温泉旅館がありまして、
もう本当にお寺、神社にお寺に来たような雰囲気で、静粛な形でくつろいでいただける日本旅館を目指したんですけど、隠れ家的な百長蘭っていうね、木造りの非常に素敵なあの旅館になってます。ここも、おすすめ。周りに何もないからゆっくりとできます。でね、ちょっと行くとあのテラスだけがあるカフェがあって、そこで海を見ながら、外のテラスでお茶を飲んだりするところも、あのこれホテルの敷地内じゃないんだけど、車で、2、3分行ったところにあって、なかなかいいんですよ。それからあの最後、皆さん、こういったリゾートで、泊まった後に買い物をするときに、空港行く前に立ち寄って買い物をするんだけど、まあそうじゃなくて、文泊って言ってワイキキでもですね、ワイキキサンセット、 JST のワイキキサンセットに3泊ぐらいしてから、ハイクラに2泊とかアウライに2泊とか泊まるオアフ島内の文泊っていうのが私どもで結構流行ってるんですけども、それと同じで沖縄文泊って言って、恩納村や読谷のホテル、名護のホテルに泊まった後、本部のホテルに泊まった後に最後に買い物のために1泊か200泊まるんだったら、このコレクティブっていうのが、今年の2月に僕行った時に、ちょうど3月からグランドオープンですよっていう時に、ちょっと部屋の中だけ見せてもらったんですけど、台湾系のホテルで、デザイナーズホテルで、なかなかいいですね、おしゃれですね。で、国際大通りの真ん中にあります。で、ここの次に来るのがジャルシティ那覇っていうのところなんです。ここも改良したので、なかなかおすすめですけど、ここちょっとね、おすすめなデザイナーズホテル系なので、よかったらコレクティブホテルなんかも、おすすめ、じゃないかなというふうに思います。で、まあ、あの、他にも宮古島とか石垣とか西表島とか、いろんなところに沖縄は素晴らしいスポットがありますけども、また次回ね、そういったところもお話ししたいと思うんですけども、8月に入ると今度 GoTo キャンペーンというのがやる予定ですから、 GoTo キャンペーンというのがもしやったら、最大1人2万円、まあホテル代としては1万4000円まで、国が負担してくれるという素晴らしいシステムなんだけども、それを使って少しでもいいホテルにお泊まりいただくのをあのおすすめしたいと思うので、今ハワイは行けませんけども、その代わりにハワイの感じを味わうんだったら沖縄っていうのはすごいおすすめだと思いますから、ぜひ皆さん、沖縄を考えていただくと、いいと思います。その際は GST によろしくお願いします。どうもありがとうございました。アロハ、マハロー。